秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビュー。秋田ノーザンハピネッツ日本人選手9名から毎回1名をピックアップ。開幕へ向けての意気込みやオフシーズンの過ごし方などを聞いていくインタビュー企画です。今回はどなたが登場するのでしょうか。そして選手へのインタビュアーはこの方、秋田ノーザンハピネッツアカデミーコーチ内村翔也さんです。さあそれでは秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビューご覧ください。まあ東地区ってことで今シーズンも、まずはその、まあ、どの試合も全部もそうなんですけど、まあ、宇都宮とか千葉とか、まあ、川崎あとアルバルクとかに、まあ、試合数が多くなってくるんで、やっぱ今年もそういうところでしっかり、接戦持ち込んで最後にいい、勝たないといけないっていうのはあるんで、まあ、そのためにしっかりチームとしてはそこにまず、勝ちに行くことは絶対ですし、そこから先に対してもっとチームとしてもっとより良い成績を出していくってことが多分目標だと思うんですけど、あと個人としては、まあ、多分今年はまだ分かんないんですけど、まあそれまあ、試合とかその時期によって多分役割も少しずつ変わっ、まあ、みんなそうなんですけど変わってきたり変化に、ちゃんと順応できるようなプレイヤーになれればいいかなと思います。なるほど、まあ、いろんな外国籍選手のタイプの、選手がいると思うんですけど、まあ、しっかりそういう選手に対して、ディフェンスで、ちゃんと得点を抑えたりとか、まあ、まあもちろんなんですけど、まあ、今年は、まあ、ディフェンスの部分はもちろんでオフェンスの面でもやっぱり得点源、去年までいたジャスティン選手とかニカ選手ってところがまあちょっといなくなったので、チーム全員日本人選手全員でもそういう得点の向上の意識っていうのはやっぱみんなしっかり持たなきゃいけない状況の中で、試合でちゃんと全員がアグレッシブにオフェンスに参加することはやっぱ大事なのかなと思いますし、まあそういう、まあ、今年はやっぱみんなアウトサイドからボン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 スリーポイント、まあ、プレシーズンはそういう形だったんですけど、まあ、早い展開で今打っている状況の中でしっかり、まあ、自分もアタックを含めてそういうところでパス散らして味方にいいシュートを打たせてあげたりとか、スクリーンをかけていいシュートを打たせるだったり、まあまあ、自分自身もそうですけど攻め気を持ってゴールに向かうっていうことを意識してやっていきたいなと思います。なるほど。まあいいないっす。特になんかこうマッチアップしたりして意識する選手も特にないですか。はい、ないですね。めちゃくちゃ映像とか見返しますけど、その選手の癖とかチームルールの中でどうやって攻めてくるのかとか、個人の自分がマッチアップする相手とかだったらめっちゃ見ますけど、まあそんな思い入れ強い選手とかあんまいないっすね。はい、なるほど、はい、まあスタッフとか選手にも、まあ、みんなやってきた選手たちもいるんですけど、まあ試合前にちょっと話するぐらいで、まあ試合は試合なんで、まあやっぱ3年ぐらいやってきた相手、まあ仲間だったんで、まあそういう意味ではまあお互い手の内っていうか、まあ自分たちのその癖とか長所とか短所とか分かってると思うんで、まあその中でちゃんと、まあ多分嫌なディフェンスしてくると思うんで、自分に対してもそういうところにしっかりアジャストできれるようにできるようにしていきたいなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、まあシーズンからがまあ本当に戦い、まあプレシーズンは準備期間で、まあ、ここからどうやってさらに良くしていくかって感じなんですけど、まあ、シーズンになると本当に、まあ、結果がついてくるんで、そういう意味ではちゃんとしっかりした準備を今から継続的に、習慣化、いい習慣化していって、まあ一日一日の練習を本当に全力で大事にコンセプトをしっかりやりながら頭も使って。やっぱりプレシーズンの時は、まあ、新潟戦の時はやっぱちょっと疲れてきたりとか、うん、ちょっと
疲れてきたりするとちょっとイージーなターンオーバーが自分の中で多かったなって反省してたんで、自分の中でセーブできるものは多分できたと思うんで、まあ、そういう意味でその練習中からちゃんと自分でコントロールしたりとかセーブできるターンオーバーを少なくしながら、強度の高いバスケットとか、うん、質のいいバスケットっていう練習を習慣化していきたいなと思います。川崎にいた頃にやっぱその同じことをずっとやってても、まあ、毎年毎年選手も変わるし、もう変な話途中で外国人選手が変わるっていうチームもあるじゃないですか、うん、選手が変わるっていうチーム、まあその中でやっぱり同じことをやっててもずっと同じことをやってても成長しないし、まあ世界のバスケットもだん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 そのなんかスタイルが変わってきてるっていうのもあるんで、やっぱり同じことをしててもダメですし、まあ、いいものはずっと継続していきながら、やっぱ新しいことも挑戦していろんなことができるような選手になっていかないといけないっていうのは感じたんで、やっぱずっと毎日今日より明日、今日より明日みたいなっていう感じな意識づけになったと思いました、はい、やっぱ例えば味方がミスした後にハリバックで全力で戻ったりとか、うん、球際は絶対取ったりするっていうこととか、そういうシンプルなこと、バスケットに対する姿勢とか、あとはその今日はなんかちゃんと自分の目標を持って、うん、今日は何々する、その練習中にやっぱ練習中ってボール1個しかないんで、やることっていうのは、まあ、その中でできることっていうのは多分限られてくるんで、そうやったらこうするとか、なんか自分がリバウンド取ったらボールプッシュするとか、そういうなんか自分の目標とか、うん、今日は何々しようみたいな感じの目標は毎日立てるようにはしているとか。それは何かで書き出してるんですか、それとも自分の頭の中で整理して。あ、書いてますね、はい。じゃあそういうノートか何かが ありますね。あとは、まあ、書いてないときはその映像を見て、まあ、これはしっかり やろうみたいな感じで携帯のメモとかでパーって書いたりとかしたりとか、まあ、練習とかで毎日映像とか出るんで、まあ、ここは例えばそのディフェンスだったらそのポジショニング、ここ甘かったな、じゃあ次絶対次は高めの位置でヘルプをするとか、なんかそういうポジショニングの位置とか、もうそういう細かいことのベースの部分はしっかり継続して、そこは何て言うんですかね、だんだんベースの部分なんで、そこはもっともっと、より良いものに、チームとしてより良いものにしていかなきゃいけないんで、そういうのは大事にしたいとか、チームにとってベースになるものっていうのは絶対毎日良くなっていかないといけない部分なんで、そういうところは大事に、より良いものに習慣化していくみたいな、そういう大事な部分は自分の中で持ってます。なるほど、はい、ちょっとなんか見方が変わりますね、野本選手。いや、そんなことです。いや、すぐいいと思います。じゃあその書き留めてるノートは視聴者さんに最後プレゼントっていうことでよろしいですか。いや、今シーズンまだ始まったみたいです。今シーズンまだ、はい、なるほどまあ、とりあえずオフコートキャプテンはまあ、そのこのコート以外の中で、まあ選手のみんなとまあ交流して、多分そのチームの輪を多分高めていくみたいな感じの役割だと思うんですけど、まあこの状況なんで、まあなかなかそういう積極的には行えないんですけど、まあ今自分できることっていうと、まあやっぱそのキャプテンとか副キャプテンのサポートだったりとか、まあ、ちゃんとコミュニケーション取ってどうしていくかみたいなのも、まあ、健三さんと話し合ったりとか、そのオフコートキャプテンを通じて、まあ、ちゃんとコミュニケーション取って、まだそんな、何々していくみたいな感じのことはまだ今実際ないんですけど、まあ、シーズン始まって多分ここから、いろんなことが多分こうやっていこう、チームのためにこうやっていこうとか、多分提案とかがやっぱ多分健三さんと話し合って多分出てくると思うんで、まあ、そういうのもキャプテンとか副キャプテンと一緒に話し合って、
いいアイデアとか出し合ってチームを良くしていきたいなと思います。なるほど、はい、こうオフコートキャプテンから見て中山新キャプテン、あとは古川副キャプテンと安岡副キャプテン、どうですか実際プレシーズン2試合してみて。まあ現状ちゃんとそのみんな選手たちはキャプテンについていっていい雰囲気で練習できていると思いますので、まあ、こういう状況でちゃんと、まあ、僕も何かあればサポートしていきたいですし、頑張っていきたいと思います。なるほど、はい、こう素朴な質問なんですけど、はい、オフコートキャプテンって何するんですか。一番、まあまあ、僕らの中だとなんかリーグの研修もすごい真面目に受けてたのをこの前見たんですけど、はい、どうなんですか。まあでもチームによって多分それぞれ役割っていうのは多分違うと思うんですけど、オフコートキャプテンでも、まあ、僕らの中ではそのちゃんとそのコート以外の中でもそのオフコートっていうんですか、そのプライベートっていうんですか、うん、もうちゃんと規律を持って行動し、あ、プロ選手として行動していくようにあるべき姿を多分自分キャプそういうところでキャプテンで見せて、なるほど、行くみたいな、多分そういうことだと思うんですけど、まあプライベートは多分みんなあんま合わないのでまあそういうちゃんとみんなプライベートでもちゃんとやるよっていう感じで多分指導をしていく係だと思います。なるほど、はい、お前ちゃんと手洗いうがいしてるか。ああ、そんな感じです。そういうことか、はい、そうそうそう。なるほどですね、はい、じゃあ、最後ですけど、あの熱い熱い秋田ブースターの方へ、はい、最後メッセージを、はい、よろしくお願いいたします。はい、いつも応援ありがとうございます。まあホームで皆さんに会えるの楽しみにしています。秋田ブースターの皆さんでの前で、まあ、アウェイではなかなか皆さんも来れないと思いますが、バスケットライブで、応援してもらえれば嬉しいです。よろしくお願いします。秋田ノーザンハッピーエッツ7番の野本健吾です。今シーズンの目標は、チームが、もっともっとより良い成績になっていくためにチームの力になれるように頑張ります。今回の秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビューは7番野本健吾選手でした。普段のムードメーカーキャラから一転、熱いお話たくさん聞くことができました。選手としてオフコートキャプテンとして場面ごとに順応して結果に食らいついていく姿、注目していきます。 B リーグ2020-21 シーズンは10月開幕。秋田ノーザンハピネッツの初戦は10月3日4日アウェーの地で B1 初挑戦となる信州ブレイブウォリアーズ戦からスタート。B リーグは全試合バスケットライブで視聴可能です。会場になかなか行けないという方はバスケットライブで応援してください。そして秋田ノーザンハピネッツのホーム開幕戦は10月17日土曜日。開幕戦情報はクラブ公式ウェブサイトをチェックしてください。それでは次回の秋田ノーザンハピネッツオラホの選手インタビューもお楽しみに。オラホ